師匠のことですか？そうですね。師匠はいろんな発明に長けていて、幼い頃はよく贈り物で驚かせてくれました。響きました。ふむ、師匠の話が聞きたいのか？師匠は静けさが好きだというが、奥蔵さんに人が来るのを厭うてはいない。むしろ長く誰も訪れなければ寂しく思うだろう。龍雲釈風神君か。確かにいくつか逸話を知っている。かつてはよく人の姿で俗世に現れていたものだ。果敢で激しく慕われていた。ああ、そうなのか。人型万仙帳にはまだ会ってないぞ。どこかで噂をしておるな。急がずとも、じきに機会は訪れるだろう。